はい、ズキです。本日はスマートフォンのセール情報をお届けします。まず7月11日12時までのタイムセールですが、新フリーテルの新しいスマートフォン P6 が端末価格100円で購入できるキャンペーンを実施中です。条件としては OCN モバイル1との音声 SIM 契約が必要で、よくこのチャンネルを見ていただいている方にとってはいつものキャンペーンという感じだと思いますが、 OCN モバイル1では8月5日までの申し込みについて毎月320円の割引キャンペーンを実施していますので、よりお得になっています。イニシャルとして初期手数料3000円と SIM 発行料金394円合わせて税込み合計3665円、6ヶ月間がいわゆる縛り期間となりますので、そのランニング費用を見てみると、まず月の費用は1日 110MB コースが900円、音声 SIM として700円、そこからキャンペーンとして320円引かれますので税込み合計1382円となります。かける6、6ヶ月間で8292円となり、イニシャル代金と合わせた OCN モバイル1の費用は約11957円となります。ですので端末代金と合わせると約12000円ほどで P6 が購入できるということになります。この P6 はジェットフォンの後継機とも言われ、一番の特徴はクラウド SIM テクノロジーにより物理的な SIM が不要で、クラウド上の世界各国の SIM 情報の中から最適な SIM を読み込むことでデータ通信が可能になるという点です。クラウド SIM テクノロジーについてはジェットフォンのレビューの際に詳しくご紹介していますので、よろしければそちらの動画をご視聴ください。 P6 の背面にはデュアルカメラを搭載し、指紋認証機能も備わっています。格安スマホでありつつ DSDV 機能も備えています。その他細かなスペック等については説明欄のリンクから公式ホームページにてご確認ください。なお Amazon では現在18144円で販売され、1000円オフクーポンが適用可能となっています。単体のみの購入をご希望の方はこちらをどうぞ。次に UQ モバイルの専売で発売された国内初のディスプレイ指紋認証スマートフォン OPPO R17 NEO の情報です。 UQ モバイルではこれまで一括および支払い総額で38988円、マンスリー割引として月々1080円が割引かれ、分割の場合の月々の端末負担額は540円で、2年間の実質価格は13068円でした。これが現在一括および支払い総額で31644円まで値下げされ、マンスリー割引も月々1296円に増額されています。これにより2年間の端末実質負担額は初回の540円のみになる計算です。なお正規代理店のキャンペーンページからウェブ契約すると、契約プランにより最大1万円のキャッシュバックを受けられますので、さらにお得になります。説明欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。さて UQ モバイルの料金プランについては以前も触れましたが、その表記について景品表示法違反ではないかと思うくらい分かりにくいと私は感じています。基本的には今ご覧の各プランに540円を加算した金額が2年間のアベレージと考えて差し支えないと思いますので、ご参考にしてください。なお SIM が不要で端末だけ欲しいという方は UQ モバイルで一括購入することでデータ契約も可能です。データ契約の場合、当月分の料金負担のみで解約してもペナルティはありませんので少し負担増となりますが、音声 SIM 不要の場合は一括購入でのデータ契約をお勧めします。スペック等については以前開封レビュー等でご紹介していますので、ぜひそちらをご視聴ください。なお現在 Amazon では上位機種の OPPO R17 Pro が56780円で販売されています。少しスペックのいい端末が欲しいという方はこちらをお勧めします。最後に Xperia XZ3 の値下げ情報について、これは少し前6月18日から値下げされているんですが、au 版の Xperia XZ3 SOV39 の現金販売価格および支払い総額、いわゆる定価が税込み43200円、24分割にすると月々1800円となっています。ドコモ版の価格総額が91368円、ソフトバンク版が64800円となっていますので、 au 版はだいぶ割安感が出ています。なおスマホ買取再販店のイオシスさんでは
au 版の未使用品が 45,800円から販売されていますので、 au との SIM 契約はしたくないという方はこういった再販業者さんから購入するのもありだと思います。ということで本日はスマートフォン3機種のセールおよび割安な情報をお届けしました。次回はこの Xperia XZ3 と最新フラッグシップモデルの Xperia 1、そしてミドルローレンジモデルの Xperia Ace の3機種で比較をしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。